日だとあまり準備できないなって思っただけよ。嬉しい。でも春樹にはちょっと難しかったかしらね。そこは嘘でもさ、驚いたふりしてくれてもいいんじゃない？本当？その割には普通のリアクションに見えたけどな。もちろん。せっかくのデートよ。可愛くない私を見てがっかりされたら最悪だもん。そういう春樹は眠れなかったの？興奮って…はぁ、男子ってほんとエッチなんだから。ごめんごめん、冗談、分かってるわよ。本当はね、私も楽しみでベッドに入っても胸がドキドキして、でもやっぱりあなたには一番可愛い私を見てほしかったから頑張って寝たの。ありがとう。ねえ、春樹、今日は腕組んでもいい？よかった。ねえ、明るい色と落ち着いた色、どっちがいいと思う？ちなみに春樹にも同じの着てもらうんだからね。でカップルだってわかるし、面白そうじゃない？じゃあそれでもいいわ。これで私たちもバカップルの仲間入りね。
バイト代？そんなことないわよ。私こう見えても物持ちいい方だし。服だってこれは絶対自分に合いそうって思ったものにしか手出さないし。なーに？毎年服も買い替えて高いデパコス買い漁ってるとでも思った？ぶっぶー、違います。まあうちの学園にもそういう子はいるだろうけどね。ええ、そういう意味じゃこの前のゲーム久しぶりに高い買い物したわ。うん、あれは私があなたとの時間を増やしたいなって思っただけ。気にしないで。そういう春樹は無駄遣いしてるの？旅行。今は洗わないよ。でもこれ以上悪くなったら考えないとね。車の免許も取りたいし。私キリンジに入る前受験勉強で今の視力になっちゃったの。多分急に勉強頑張りだしたせいね。それが普通でしょ。周りのみんなもそうだったし。まあでも今の私は日頃からできる女を演じてますから、勉強くらいどうってことないんだけどね。笑うのはあなたの自由だから。もちろん私にも怒る自由はあるけど。そもそもメガネ買ったって人前じゃ絶対つけないんだから。よかったわね、春樹。さとちゃんメガネバージョンなんて今日だけの限定公開よ。